こんにちは、シャーイ、どうも、ヤマモモです。今日はちょっとした雑談動画的な感じのテイストでやっていきます。最近ね、よく質問で、今お仕事何してるんですかとか、フリーターって言ってたけど、最近バイト行ってるのとかっていうね、質問をいただいておりました。やけどね、これは改めてお話ししたいなって思ってたからね、その質問には答えず来ておりました。その質問の回答が遅くなってしまいまして、申し訳ございません。まあまあ、ちょっとみんなね、私の話でも聞いてってください。聞いてやってください。私精神年齢ほんまにめちゃくちゃガキっぽいんやけど、これでも今年25になる年なんです。まあでも正直ね、年なんて関係ないかなって私は思っておりますね。25歳なら25歳らしくしろとかね、言われたとしても25歳らしくするのってなんやねーって思うからね。私は私の好きなようにこのね、今年25歳になりますが過ごしていこうと思っております。っていうのはね、置いといて何の話しとんねんって感じなんやけど、そう、今年25この年でね、まあ言ったら普通に4年生大学卒業して正社員で働いてて、その後派遣社員でちょっと働いて、まあ YouTuber になりたくて派遣社員辞めてフリーターっていう道を選んだっていう、まあ私の経歴みたいな、そんな感じなんですけれども、まあ正社員をね8ヶ月で辞めております。正社員をね8ヶ月で辞めた理由は動画出してるので、よかったら見てみてください。飲食店でアルバイトしつつ、まあ YouTube に動画を上げておりました。去年の4月に YouTube にね動画投稿を始めて、6月にね派遣社員ちょうど更新の月だったので、そのタイミングでお仕事辞めさせていただきまして、 YouTuber になりたいからもうフリーターの道を選びますっていう風に昔動画を上げてたんやけど、まあ晴れてですね、この春頃から YouTube 一本で生計を立てれるようにまでなりました。本当にいつも見てくださっている皆さんのおかげです。本当に本当にありがとう。今自分が一番やりたいことっていうのは何かっていうと、やっぱりこうやって YouTube を通してなんかこんなね、私を見てくれて元気もらえるよとか、笑えたよとか、楽しかったよとか、そういう風に言っていただけるのって、なんかもう本当に本当に私のやりがいというか生きがいというか、人に感謝されたい、人に感謝されたい。私はありがとうって言ってもらえることってさ、何よりも幸せなんよね。ありがとうって言ってもらえたら、なんか本当にすっごい満たされた気持ちになるし、こう幸せな気持ちになるし、やっぱなんかこう人と関わって生きていくのっていいよねって思うタイプなんですよね。こういう思いに至ったのは飲食店でずっとアルバイトしてたからっていうのがあるかな。それが一番強いかも。それでやっぱり YouTube はね、本当に今私にとってのなんて言うんやろうな、一番やりたいことっていうのは当たり前のことなんやけど、まあ、できるとこまで YouTube でずっとずっとやっていきたいなと思っております。というわけでですね、現在私はお仕事をしておらず YouTube 一本でやらせていただいておりますというお話でございます。いやでも本当に YouTuber になるんだでね、去年の6月ぐらいに意を決してね、アルバイトと両立してこう YouTube にね動画投稿してきたんやけど、いや本当にね、今の環境がありがたすぎて、もう本当にさ、今ってこう YouTube もね、たくさん魅力のある方がいる中で、その中で私のチャンネルにね、こう何回も何回も足を運んでね、それだけでもありがたいのに、Twitter とかインスタとかで私に話しかけてきてくれるみんな、いやもう何みたいな、いやもうみんな何っていう感じなんですよね、私からしたら。いやもうほんまにありがとうでしか成り立ってない。私が YouTube できてるのってみんながいてくれるおかげやから、私は別に何もしてないわけよ。みんなが見てくれるからこうやって今の私がいるので、もう本当にね、もうマジで感謝しかない。みんなに対してもうマジでね、なんなんだみんな好きすぎるぜって思っている、本当にありがとう。まあまあこっからね、ちょっとダラダラと私の1年前の話とかでもねしていこうかなと思いますので、もうみんな寝転びながらもうダラッダラ聞いてもらえたらなと思います。実際フリーターでね、しかも一人暮らしで YouTube 生活できんのっていう話よね。みんな週5ぐらいで働いとったかな。もっともっとその派遣で働いてたところがね、お給料が良かったので、まあほんまちょっとしたぐらいのね貯金と、まあそれで結構カツカツの生活を送っているっていう感じでした。発達するカードもリボ払いとか、あともうカメラとかそういう機材とかも全部ローンとか、お洋服買うお金もなかった。そんなん洋服買ってる暇あんねんやったら、もっともっと YouTube の撮影に必要な機材買うでしょってなってね、もう本当にね、自分をね飾るようなことに対してお金使ってなくって、てか使えなかった。ほんとこの1年間のね3分の2が貧乏生活でした。今だったらほんとね、ありがたいことに動画を出すとたくさんの方が見てくれるようになりましたが、ほんと最初の頃はね、1日経って100回再生いったらもう100回再生いったーっ
って喜んでた時やったから、ふとこうね今自分の環境っていうのを見返すと、いやどんだけありがたいんやと、どういうことみたいなね、本当に今でも一瞬ね自分のありがたすぎる環境っていうのが夢なんじゃないかなって思うことがねあります。動画の再生回数が1万回とかいったら1万みたいなね、ほんとそんな感じだったので、いやもうマジでねありがとうございます。というわけでね、今日はちょっとこんな感じのお話をしてみました。いかがだったでしょうか。これからももちろん YouTube を続けていきますし、もっともっとこうねでっかい人になれるような元気とか楽しさとかね笑顔をお届けできるように全力で頑張っていきたいと思います。誰に何を言われようと関係ね、自分の人生ほんと生きたいようにみんな生きよ、まあ、この前ね手相占いに行ったんやけど、その時にね、君は絶対有名になれないよとか、君は絶対成功しないよとか、 YouTube なんてこれからどん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 需要なくなっていくから、 YouTube 一本でやっていこうって思ってる君はバカだよみたいな感じのことをね言われました。初めての手相でそこまで言われるっていうぐらい言われたんやけど、ボロックスに言われたんやけど、そんなん言われてももう本当に関係ないわけよ。勉強にならないマイナスなお話をこうしてくる人の話で私ね信じないから、君はそんな風になれないよとか言われても、いや関係ないしって話なんよね。本当みんなだからね、自分のやりたいこととかね、自分の夢があって、それに対してね、そんなん絶対無理だよとかさ、いやいやそんなことしようとしてんのアホちゃんとかさ言われたとしてもね、やってみないとわからん。何歳になってもね夢は持ち続けましょう。それがやっぱ生きる活力になるやん。まあなんかちょっとでもねこのお話が参考にはならんか、ちょっとでもこうみんなのね心の中に残ってくれたらいいなと思います。長々とこんなお話を聞いていただきましてありがとうございます。そしていつも見てくださっている皆様、本当に本当にありがとうございます。これからもぜひ仲良くしてくださいませ。今日も見ていただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。 Twitter と Instagram もぜひぜひフォローしてください。それじゃあみんな See you next time! バイバーイ。